はい、こんにちは。いらっしゃい。おはよう。はい、こんにちは。アイテムありがとう。なんだこれは。ジンジャークッキーありがとう。ワドツーいらっしゃい。楽しんでって。おい、飲んだワドツー。ハートプレゼントありがとう。ノンタン、ハートプレゼントありがとうございます。今日は暖かいんだ。いや、今、シャワーから出てきて寝起きだから全然わかんねえわ。今日は暖かい？外配信でもしようかな、じゃあ。ノンタン、どっか行く？ノンタンも一緒に行こうよ。え？カラオケ行く？カラオケでも配信つまんないじゃん、リスナーさん。はい、ワコツ、外暖かいんだ。ロータリーさん、ワコツ、いらっしゃい。通話中じゃない、後ろにいるの。京平さん、いらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。デート配信。デート配信見てて面白いの。ハートプレゼントありがとう。何やろうかな。なんか面白いのあるかな。YouTube 見てきました。ああ、ありがとう。ありがとう。チャンネル登録もしよかったらしてください。YouTube 今150人ぐらいかな。チャンネル登録。多分それくらいだと思うんで。YouTube も1000人ぐらいに、ああ、すごい !152 人になってる。ありがとう。ありがとうございます。なんかどっか、面白スポットない？面白スポット都内とかで知ってる人いない？なんか金かかんないで、ここ面白いよ、みたいな。バッティングセンターか。僕も靴買ったんですけど、きつくてやばい。足の幅の目がいいの。いやー、それはね、失敗だね。まずね、靴屋さん、本格靴屋さんに行ったら、必ずやることがあるんだよ。それは、足の型を取るの。で、足の幅とかを見て、プロがフィッティングって言って、靴の調整をしてくれんの。だからね、多分安い靴屋さん行っちゃったんだと思う。でしょ。本格靴買えばいいってもんじゃなくて、足の型を取って、ちゃんとクッション入れたりとか、調整絶対入れてくれるから、本格靴は。うん。だから、皮が柔らかくなるまで3ヶ月ぐらい耐えないとダメだね。そう。ちゃんとした靴屋さん行ったことある人なら、必ずフィッティングっていう作業をやって、かかとに詰め物したりとか、つま先の部分の幅を広げたりとか、絶対調整はする。だから多分、百貨店とかだとそういうのしてくんないんだよね。メーカーじゃないところは。だからいい靴買えばいいってもんでもないんですよ。あと、木型って言って、革靴を本格革靴買ったんだったら、シューツリーっていう木の足の型のやつを入れておかないといけないんだよ。それも多分ね、おすすめされないはずなんだよね。ひーちゃん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。そうそうそう。シューツリー、1000円とかでも売ってるから、100均でも売ってるし。シューツリーは持っといた方がいいよ。靴がダメになるのはシューツリー入れないからだから。あ、俺も最近入れてねえけどな。靴っていうのは誰かが常に履いてる状態じゃないとダメなの。だからペターンって崩れてくの。シューツリー入れてない人はペターンってなるの。そういう風に設計されてない。はい、おはよう。初見さんいらっしゃい。ああ、どうもどうも。コメントありがとね。面白かったらフォローしてください。お金かからないで遊ぶなら公園とか。公園か。なんか、いい公園あるかな。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん。ひーちゃん、フォローありがとう。他にもいますね。タラオマン、フォローありがとう。明太子2さん、フォローありがとう。
ありがとうございます。ありがとうね、ひーちゃん、フォロー。何しよっかな。陶芸とかやりたいんだよな、陶芸とか。西東京。井の頭公園か。井の頭公園行ったことないんだけどね。面白いの。うん。ちょっと恥ずかしいか。ごめんごめん。俺はでも必ずやるんだよね。フォローしてくれた人に。やっぱ感謝を示したいから。和道さんの喧嘩とつまつがめっちゃ面白かった。もうキャスは、ツイキャスは配信しないんですか？ツイキャスはたまーに同時配信するぐらいでメインはふわっちですね。で、僕喧嘩とつ一回目やったことないっすよ。喧嘩とつまつなんか、ほとんどかかってこないで。あーでもツイキャスではやってたか。うん。喧嘩とつたじゃないよ、俺は。井の頭公園は花見の時がいい。なんもないんだ。あのさ、冬が寒くて、古着を買いたいなと思ってるから、下北沢とか高円寺一緒に行かないの？ほんとは。ねえ。で、牛丼、セブンイレブンに入って、ファミリーマートか入って、おでんツン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 って二人でやろうよ。おでんツン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 って二人でやって、その後牛丼をトングでかき混ぜて、ねえ、最高のデートだよね、それね。それ配信者で今流行ってるデートじゃないの？おでんツンツンするの、二人で。あー、三鷹の森美術館も行ったことないな。上野公園。上野公園安いね。うん。美術館とかもあるしね。どっか出かけたいな。うん、はい、たくみさんワード2。いつもありがとう。え？有料のとこって何？マジで？俺美術館の中で普通に配信してたわ、昔。やべえな。おでんツンツンで。ええー、ツンツンしようか。ゴッホツン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 怒られるわ。池袋か。池袋あんま好きじゃないんだよな。なんだろう。何があるかな。とにかくいろんなものをツンツンしまくる配信やろうか。お姉さんのおっぱいツンツン。捕まるわ、そんなもん。いや、無料、公共の国がやってる施設とか、区がやってる施設はほぼ無料だね。ほぼ無料。五反田とか品川のビジネス街を休日にやるという。休日はね、あの辺面白くないんだよ。うん。あの辺は、あんまり栄えないんだよね。代々木公園行ったことないね。代々木公園も行ってみたいんだよね。ホームレスに取材したいんだよね。特に、俺が尊敬してる川端先生っていう人がいるんだけど、川端先生の絵を買いたいんだよ。でも、売ってないんだよね。今日フリマやってるかな？ちょっとフリマ見てみよう。フリーマーケット配信久々やる？フリーマーケットずっと前からやってたじゃん。フリーマーケットちょっと見てみるわ。帝国ホテルの周辺。あ、いいね。ちょっとフリーマーケット。新宿で開催してるか見てみるわ。今日は、東高円寺駅前。うん、タイムマシンカンパニー。新宿三井ビル。ほうほうほう。新宿中央公園やってるじゃん。中央公園のフリマ行かない？行く。行く？フリマ行こうか。うん。5時までやってるか。あと1時間半だ。今から行く？すぐ。何時まで？あと1時間半で終わっちゃうから。あ、ダメ。え？ダメ？だって、フリマは大体そんなもんだよ。え、そうなの？だから今メイクパッとして行こうよ。フラット。何時まで？だから、3時まで。ふわっちツイキャスみたいに、ふわっちは人気出ると思うよ。すごいいいサイトだよ。ただ、知られるまでに時間かかるから、サイトって。まだふわっちってできて1年目なんだよ。それにしては上出来だと思うよ。多分ね、それ昔のイメージだと思う。もう大手配信者バンバンやってるもん。ふわっち今熱いよ。のんたん、着替えてメイクして。うん。
ふわっちのアプリ改善？なんか不具合ある？特に不具合ないけどな。使いづらい部分あんのかな？俺あんまユーザーとして見ないからな。フリマ朝行かないと午後から行くもの少ない。そうなんだよね。全部売れちゃってんだよね。でも大体3時までだね、フリマ。高円寺も3時。夕方4時までやってんの大阪、神奈川とか。でも大体フリマ3時までだよ。玉金痒くないか？いいね！いいね、スウィンドル。痒いよ。俺も痒いよ。ありがとう。やっと目が覚めたか。スウィンドルありがとうね。なんか感動したわ、ちょっと。いいね、その、問いかけ系いいね。逆にね。そう、自分が玉金痒くなくても、君は痒いんじゃないのかっていう優しさね。大事よ。ありがとう、スウィンドル。大阪の不老者がやってる露店、10円のギザ銃を100円で売ってた。まあ、古物商とかそれやってるかな。ギターでも弾くか。のんたんギター取って。持って帰った。え、持って帰ったのギター。マジか。さよなら。今日は朝の仕事。あ、そうだったんだ。お疲れ。玉金俺、敏感だから、玉金、あんま触られるの苦手かもしんない。まだ開発されてないんだよね、玉金。まだ俺の玉金はまだ区画整理が行われてないから。そうなんだよ。玉金苦手なんですよ、僕。まあ今日は外配信だな。あれ？乳首は、のんたんが今開発してる。メガネ取って、のんたん。あの、キーホルダーとかガーって下げてるところに。ごめんね。ありがとう。乳首はね、開発されてないんですよ。いろいろ開発されてできた子供はきっと元気な子でしょうね。その通りだね、本当に。やっぱ人間としてレベル高い子供が生まれてくるよね。玉金口に含ましてレロレロしてもらったら気持ちがいい。ああ、俺絶対ダメだわ、そんなの。そんなの絶対ダメだわ。ああ、そうなんだ。仕事頑張ってよ。仕事がね、やりがいのあることを見つけたらいいことですよ、仕事は。やりがいのあるものを持ってる人は俺大好きだよ。今日あれだね、土曜日日曜日にしては人多いね。ありがたいことに。僕は乳首も玉金も開発されて毛深くなりました。毛深くなるのかな、やっぱり。あ、そうなんだ。何やろっかな。代々木公園じゃなくて新宿中央公園のフリマ行って、代々木公園って近いのかな、行ったことないんだよね。代々木公園どれくらいの距離なんだろう。ちょ、見てみるわ。代々木公園。おい、毎度月野さんいらっしゃい。代々木公園ってどこにあんだ。代々木にあるんだろうな。歩いて行ける距離かな。あ、こんなでかいんだ。でっかい代々木公園。明治神宮、新宿御苑。あ、向こうの方か。
ちょっと遠いな。原宿の方か。初見さん、フリーズさんいらっしゃい。ズワボンさんとドドリアさんは元気ですか？新宿からならどこでも近くて羨ましい。そうだね。新宿はやっぱ便利だよね。原宿の方か。あ、明治神宮って代々木公園の区内、敷地内なんだ。知らなかったわ。ふん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 。なるほどね。なかなかの戦闘力ですね。そうですね。いいな、フリーザさん来たな。僕はドラゴンボールで一番好きなのはフリーザ編です。だからフリーザさんに僕の配信見てもらえたの本当に光栄に思ってます。はい。フリーザ編がドラゴンボール一番良かったです。うん。ブッチさんいらっしゃい。彼女だよ、彼女。フリーザ編が一番良かったよね。私の戦闘力は53万ですよ。名シーンだわ。よく考えたら革製品って元は生き物なんですよね。そうそうそう。だから動物愛護団体とかは、その毛皮とかにやっぱ反対してるね。明治神宮一回配信で行ったけど電波がなかったね。電波が弱かった。戦闘力53万だからね。第一形態でそれくらいあるからね。俺でも第三形態が一番好きなんだよな、フリーザ。なんだっけ、あのピッコロを追い詰めたやつ。いや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 うわーつとと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 。あのシーンめっちゃ好きだわ。あのピッコロさんがもうモテ遊ばれてたからね。すぐ終わっちゃったけどね。あのシーンかっこよくない？あのなんかデスビームみたいなやつ連発するやつ。ピュン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 つって。アニメ出演でギャラたくさんもらいましたよ。おほ。ああ、やっぱギャラ良かったんですね。いいなぁ、羨ましいなぁ。フリーザさんって言ったらもうね、ね、肖像権とかね、著作権とかでもガッポガッポじゃないですか。羨ましいっすね。僕もアニメ化されたいな。戦闘力ゲームっていうか、あの、やっぱ伝説のスーパーサイヤ人になって終わってほしかったの、俺は。あのシーンがかっこよすぎるでしょ。クリリンのことかー、ドーン、超かっこよかったよ。悟空キャラデザインぶっちゃけ微妙だったじゃん、髪型とか。あれが一気にかっこよくなるし、オラって言ってた田舎者がスーパーサイヤ人になった瞬間に俺って言い始めて、え、一人称変わるのっていう衝撃で。アニメ界であった？アニメ界でも漫画界でもそんなのなかったんだよ。一人称がオラから俺に変わるんだよ。そこがかっこいいんだよ。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ミキさん、フォローありがとう。衝撃的だよね。衝撃的。オラが俺に変わるかんだよ。かっこいいわ、悟空。あの、育児放棄の親父かっこいいよな。バトルクレイジーだから。バトルクレイジー。戦闘狂だから、戦闘狂。戦うことに狂ってるから。革がこの世で余ってるのは革製品使ってもいいと思います。あのね、あの、人間っていうのは命をいただいて命を紡いでんのよ。人間だけじゃなくて生物全体は。だから本当は無駄にご飯で遊んだりとか、そう、命をもらってるっていう感覚がないとダメなだけだと思ってる。俺は別に動物食うのは当たり前のことだと思ってるから。だから、その、そこからできた骨であったりとか、その皮であったりを有効活用しようっていうのは、もういいことだと思うよ。あと、日本人の割り箸って、環境汚染になるっていう風に言われてるけど、それ全然違うのね。あの、ちゃんと調べてない人がそういうこと言ってるの。割り箸って、あの、ダメな木を使ってんのよ。端材って言って、メインの木を家とかに使う太い木とかあるじゃん、家具とかに使う。あれの端っこでできたやつを、無駄にしちゃダメだって言って割り箸っていう文化ができたの。だから元々超エコなの。あと、剪定って言って、あの、森と林の違いって何か知らない人多いんだけど、森っていうのはもう自然のままに育ったのを森っていうの。
で、林っていうのは人間が剪定したりとか伐採したりとかして、区画整理をしたのを林っていうの。だから実はね、林と森の違いって、整備されてるかされてないかの違いなのね。で、ちゃんと木が育つように、若い木を摘んで、その木を割り箸に使ってるから、実はめちゃめちゃエコなんだよ。そう。ちゃんと日本人っていうのは、そういうことを考えてやってきたから、超エコ社会だから。新しいフォロワーさん紹介します。フリーザ様、フォローありがとう。フリーザ様、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ぜひ、もしよかったらザーボンさんとドドリアさんとブロリーさんと、いろいろ悪の軍団連れてきてください。ドラゴンボールファミリー、固めてください。素敵な和道さん、これからも楽しい配信してください。ありがとうございます。そうなんだよね。素敵なんだよね。残念なことにめっちゃ素敵なんだよね、俺。てか、闇将軍いつ配信するんだろう。もう旬すぎるぞ。もうぶっちゃけた話、昨日の時点で旬すぎたかんね。ヘタレが。戻ってこいよ。収まっ、なんか、場が収まったらまた配信しようとかくだらないこと考えてんじゃねえぞ、闇。闇将軍叩き起こそ。あいつダメだ。あいつは今配信しないと人生ダメになる。カツ入れてやるよ、俺が。配信者としてカツを入れてやるよ。よいしょ。多分ブロックしてんだよな、あいつ。お、ゆいがさんいらっしゃい。出ねえな。やっぱ逃げてんな。ダメだね。ダメだ。ヘタレだわ、ヘタレ。ヘタレだったわ。残念でーす。残念でーす。お、カニパンいらっしゃい。楽しんでってください。あとどれくらいで準備できる？のんたん？あとどれくらいで準備できる？5分。あ、いや。木島愛良さん。おはよう。闇将軍の YouTube とかの動画をふわっち運営が消しにかかってるようですが、そんなにやましいことありますかね？どうなんだろうね。やっぱり、サイトのイメージは悪くなるから消したいんだと思うよ。ロマリナさんいらっしゃい、コメントありがとう。楽しんでって。今から外配信だから一回切り替わっちゃうけどね。フリーマーケットに行こうと思ってます。なんか、新宿のフリーマーケットに、バイスっていう、ローカル番組、YouTube のインターネット番組があるの。テレビ局みたいなやつが。バイスっていうんだけど。で、バイスっていうのはサブカルを特集してる番組で、なんか、新興宗教とか、タトゥー文化とか、レズ、ゲイとか、ヤクザとか、あと、なんだろう、ゲテ物食いとか、あと、トンスルって日本で有名になったでしょ？韓国のうんこのお酒。あれを普及させたのがバイスっていうインターネット番組なんだけど、そのバイスに日本一おしゃれなホームレスっていうのが特集されて、それが川端先生っていう人なのよ。で、フリーマーケットで絵を売ったり、なんか古物を売ってるんだけど、その人の絵を欲しいってずっとお願いしてるんだけど、最近なんか、絵描けなくなっちゃってるらしくて。
今日もしあったら、川端先生いたら、あの、絵売ってくださいって言おうと思う。川端先生の描く絵は欲しいんだよね、一枚。そうそう、新宿中央公園にいるんだよ。あとは代々木公園のフリマでも売ってるんだけど。川端先生。よし！うわ。ホームレスはいろんな人いるよね。この前もね、大阪の西成で自殺したおっさんがいたんだけど、なんか2000万ぐらい現金持ってて、なんかネットで騒ぎになってたよね。悲しいよね。お金はあの世に持ってけないのに。ね、お金なんか持ってなくててよかったからさ、生きてる方が立派だよね。命ができる確率って結構すごいからね。奇跡なんだよ、実は。宝くじ当たるどころの話じゃないんだよ。宝くじが何回連続で当たる確率とか、そんな確率だったと思ったよ。はい、ワード2。なめだるまいらっしゃい。うわー、なんかすげえな。いや、いいよ、面白い。なんかすげえな。なんかすげえメイク濃いんだけど、今日。いいじゃん。真っ赤だね。大丈夫。のんたん今日超メイク濃いわ。なんだ？メイクしろって言うから。じゃあ行こうか。今から新宿中央公園で配信します。俺も準備するからちょっと待って。のんたんちょっとさ、3分ぐらい回してて。ここで座って。生主の練習して。ここら辺につければいいから。練習入りまーす。ヘッドホンつける。うん。ワドツん？これからお出かけ配信行きまーす。うわ、すごい。口紅がやばい。口紅やばいな、これ。アイメイクしてないから。なんか口だけ目立つ。うん、赤い口紅結構だいぶ。でもなんかあんまり赤いの好きじゃない。ピンクの方がやっぱいいな。つみちゃん、こんにちは。赤い革ジャン引き寄せ、うん、公園何あるかな。あ、自動延長になっちゃうけどどうしましょう。自動延長切ってもいいですか。え、あと、あ、切ろうか。じゃあお別れします。枠取り直すんでまたね。じゃあまた、お疲れ様です。来てくれた人ありがとうございます。なんか携帯充電器外していいのこれ。大丈夫です。外すよ。はい。おつ、高見さん、おつです。マニアさん、お疲れ様です。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。